伊藤藤君、えー、日本共産党の伊藤岳です私は日本共産党を代表して、地方税法の改正案並びに、地方交付税法の改正案に対して反対の討論を行います。安倍,安倍内閣は消費税増税を強行し、社会保障の連続改悪を推進する一方で、自治体リストラの推進と、地方財源の抑制路線を続けてきました。 さらに地方交付税や地方税の性格を歪める改悪を繰り返してきました。本改正案にもこうした問題が盛り込まれており、反対です。以下、具体的な問題点を指摘をいたします。まず、交付税による自治体リストラの推進です。業格努力分を残し、地方自治体が人件費や扶助費、一般会計からの繰り出し金などを減らせば、 交付税の算定が有利になります食い出し金の削減は高い国保料の一層の引き上げや公立病院の経営悪化にもつながります次に特別法人課税の創設です消費税増税などで地方間の税収格差が拡大するとして法人事業税を国税として取り上げ地方の間で税源を移情するものですまた企業版ふるさと納税の拡充延長は 企業と地方自治体の癒着を防ぐ仕組みもないまま、破格の控除で寄付を募るものです。自治体の間での税収の奪い合いを助長し、地方税の減速を一層歪めるものです。さらに森林環境需要税の見直しは、常用基準を改めることなく、災害対応など真に森林整備の財源をようとする自治体の需要に応えるものにはなっていません。森林整備の財源は、国の一般会計での 森林予算の増額や地方交付税によって保障されるべきです最後に地方の財源不足を国と地方で接半するルールの継続は財源不足に対する国の責任を投げ捨てるものです地方交付税の法定率を抜本的に引き上げ地方財政確保に対する国の責任を果たすべきであります以上述べて反対討論としますえ他に討論も内容ですから討論は終結したものと認めますこれより採決に入ります まず、地方税法等の一部を改正する法律案について採決を行います。本案に賛成の方の挙手を願いますえ。多数と認めます、よって本案は多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。次に地方交付税法等の一部を改正する法律案について採決を行います。本案にに賛成の方の方挙手を願います多数に 多数と認めます予定て本案は多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしましたなお両案の審査報告書の作成につきましてはこれを委員長にご一に願いたいとも存じますがご異議ございませんかご、はい、異議ないと認め採用決定いたします次に行政制度地方行財政選挙消防情報通信及び郵政事業等に関する調査を議題といたします森本君から発言を求められておりますの、ね、でこれを許します、はい、森本慎二